ありました、ここです。あ、お疲れ様です。どうもどうも、おはようございます。おはようございます、すいません、お待たせしました。今日は、あ、ありがとうございます。あのソニーのオーディションもそこでやってるらしい。 SMA 入っちゃう入っちゃう、そのままいっちゃう。 SMA、 あ、知ってる、ね、受けたことある。え、私も多分ある気がする。受けたことあるよ、10代の時に1回だけ受けたけど。覚えてますか？絶対違うよね、審査員。覚えてね。今日は声出しました。あ、全く全然出しません。前回アタフタしすぎて声出しもせずに本番に行くっていう。夏祭り今度開催するんで、審査員、はいはい、そのチラシを配ってたくさんの人に知ってもらおう的で行ったんで、はい、もう歌う前配りまくんなきゃいけなくて。なるほどなるほど。で、配ってるうちに、あ、もう次だってなって、もう声も出してないし、チラシね、配ってね、ずーっとすごかったですよ。すごかったね、疲れがね。どうでした、次の日疲れは？ないです。あ、ないです。全然違います。次の日どうでした？あ、もうがっつり出てました。ずーっと寝てましたね。まだね、無理。トレーニングも始めたいんだよね、最近。最近30分やってるわ。すごい。これこれ。マジないやつ。30分意外と楽しく。そう、 YouTube 見ながら。じゃあ一旦曲順に行きますか。曲順に行きますか。入ってたけど、僕は D メジャー7にいます。メロディーが、サビ1回お願いします。はい、サビだけですかね。そうですね、そんなにいいともみたいになっちゃうんですよ。最近そうですね。そうですね。はぁ、考えないよ、そのチェックの。そうですね。なんな感じでやっております。はい。そして片付けます。片付けます。あと5分で。モロミー先輩、友達いないんだって。友達がいいんですか？これ言っちゃって。活動以外も普通に友達として会ったりもするんですか？うん、なんでこんなこと聞いてるんだろうとか言って、自分でめっちゃさまよってたり。なんか珍しいのかな。でも確かに仕事もプライベートも交わったさ、ものだし、それが活動になってるしみたいな。うん、あ、動線を作んなきゃってことだよ ね。ここまで連れてくる。あ、何もやってない。何もやってない。今日はやってないらしいです。今日は閉店ガラガラ、閉店ガラガラ。この会場ですね、広いです。何人来たらいっぱいに見えるんだろうね。500くらい。なんかお腹すいたね。そうなの、おにぎりがあるんだけど。あ、そうなの。なんかさ、前さ、鎌倉にもあって、え、カヌレ。あ、カヌレだ。カヌレ行ってみる。行ってみたい。なんだっけ。あ、おにぎり食べてます。たい焼きゲットしました。リハ頑張ったご褒美で食べてます。あと今からもう一個ご褒美を捕まえに行きたいと思います。食べ過ぎ。じゃーん、すごい。でも上じゃないっすか。もう一茶と焼きがし、前の日両方食べた。おすすめは、おすすめ、はい、おすすめは全部おすすめですよね。そうですね。僕的にはパウンドとかも結構おすすめ。え、パウンドですか？はい、パウンドケーキ、結構ふわふわしっとり、食感が。あとほうじ茶の方だと今栗が混ざってて、ほうじ茶かける栗みたいな感じで、ここで作ってるんですか？あ、全部この裏で、焼くの上手みたいなこと結構言われるんですよ。そうなんですね。個人店ですか？個人店です、チームでやってて。なんかクラウドファンディングでしたっけ？ってやってたんです。やってました。すごい知ってる。めっちゃ調べて、すごい知ってる。いや、でもその後に知ったんですよ、もう終わった後に。あ、そうなんですね。うわ、カヌレめっちゃ好きで、インスタで調べたら、ここだ、めっちゃ欲しいと思って。ほうじ茶カヌレとパウンドケーキ置いちゃおうかと。じゃらーん、パウンドケーキ、お兄さんの一押し、おすすめパウンドケーキです。カヌレ、ほうじ茶カヌレ。ほうじ茶にしたんだね。はい、開けてママ開けて、やばないのに。いただきます。こんな感じです、中は。中はしっとり、味がしっかりついてるね。中に、中、下とかめっちゃ柔らかい、すごいね、バターの風味。へー、美味しい。結構
美味しい。おすすめ。おすすめ。ほうじ茶パンとケーキめっちゃ美味しい。今日はこの後またグッズを作りに行きます。そうですね、一つ一つ心を込めて、はい、一個一個手作りですので、はい、ということでまずごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。お兄さん、ありがとうございます。このお店のお兄さんです。美味しかったです。おすすめのパウンドケーキめちゃめちゃ美味しかったです。本当ですか、一口いただいちゃいました。あとカヌレの焼き方がうまいっていうのもすごい分かります。すごい、なんか分かりました。印象操作みたいな。そんなことないですか。ここ入れるんですね。ここ一応あったんですね。食べていけるんですけど、意外とこの辺の機材は結構コーヒー用の機材で、これ見てなんかあいいマシンあんじゃんみたいな。外人さんとかもなんか結構メーカー有名で、なんかエスプレッソ飲めるのみたいな。ここで、そうなんですね。こだわってる。もっと店舗増やしてほしい。もし次回はね、そうですね、近くに行ったら。次、違う、に下北線路街って知ってます？土管とかあるちょっと広場があって、ステージがある。わかります、わかります。そこで夏祭り開催するんですよ。開催するんだ。そうなの。運営側。いろんなお店もあったりして。そうなんですね。それをぜひ遊びに行きたい。楽しいお兄さん、ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。はい、ありがとうございます。次期ボロミさんとさよならって言ったのにさ、またボロミさんに会ったみたいな。ここにいたんで、お兄さんと第2号みたいな顔してたもんね。確かに。シールの、はい、こちらがトートバッグですね。また届きましたので印刷していきます。そしてこちら、こちら、はい、こちらですね。緑茶ラテ。あ、今日は緑茶ラテ。今日も、も君も一人でいるなら頼ってみてよ。手を取り合えば大きな輪になる。言い方で全然違う。 You are a dreamer. Life is beautiful. 生き輪島ウォッチ。違う、全然違う。これじゃないよ。ああ、全然違うまで入っちゃって。大丈夫さ、遅くないよ。まだ輝けるよ。さよなら、売れてた日々よ。心の、チンチーズ取り出して。さよなら、売れてた日々ね。やだなんでそっち行くの？こっちだよ。あ、引っ張ってる、引っ張ってる。ちょっと、あ、約束と違う。さらしたら持ってこなくていいって。いつものやりとりだから。こんなもんじゃないよ。え、もっとすごい。もっとすごいやつ。すごいな。マミの足をさ、太ももで、両太ももで挟んで動かさないようにずっとしてるから、じゃあお前をみんなの前にさらしてやろう。さらしてやるって何だよ。いいんじゃない。 いいんじゃない。 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 い
なんですかこれ。髪の毛やばいじゃん。ボリューム2倍になってる。どうしましたって言われる。すごい。すごい。なんか格闘技見てるみたいでした今。すごい応援してるみたいな。格闘技に。格闘技のやつか思い出したけどスイーツもあった。え？プリンプリン。どういうこと？おかしいな。今3人でえって言ったから。全員の声重なったから。もう何の曲ポン作ってんだよね。すごいなでも。激しいわ全然。ちんちん本当にお母さんを持ち上げるっていうだけだって。現実逃避してんだ今もうあの何考える前にネタ作ればよ、うん、作ればよネタ作ればいいじゃん歯がないネタやって歯がないいいよもうネタネタこれネタみたい中をうちの姉が前歯がすごい大きくていわゆる、まあ、出っ歯みたいないわゆる出っ歯ってもうすごいストレートに出ちゃう感じだったんですけど、うんまあ、この度、矯正をすることになりまして、ちょっと歯が出てるから、何本か歯を抜いて、上顎全体を引っ込めようという作戦のもと、あの、打ち出したんで、で、今、あの、上顎の歯が0本になったんですけど、作戦失敗しすぎだろ何これ、絶対いるからなんかついてる。メイクもそんな落ちてる明らかにキラキラしてるじゃじゃーん姉ちゃんが作ってくれましたあーえー、え、なんだっけなんだっけこれカツオカツオアボカドえ、美味しいんだうんうまいステーキみたいうんこれね、私が編み出してるうん、マミーっていつもびっくりさせるんだよ、ああやって。あ、今のはいいけど。驚かせないでみたいな。引くの。こういう感じ。もうなんか事件巻き込まれたみたいな感じなので。そんなに母は言わないで。なんでかね、言えないよ、あなた。自分のことさ、自分でどんだけ驚く人なの、あなた。大げさになっても表現するくせにさ。どうかちょっとあ、タイムの上すぎてねってね、全然で済むわけないでしょいやいやいや、そんなやつでいいから動じないいいでしょ、動じたって動じる組ですから、ね、全てに動じますかわいいよねいや、かわいいくらいならいいよでも、ふんリアル感すぎなんだよな連鎖しちゃうもんね、びっくりがね私もよく連鎖させちゃう人なのそれが熊本弁だとね、どうなるんだっけ熊本弁え、ば嘘、ばって言うんですかばんって驚くえばなんだば、こないだあったのほんとに今日はリハーサルしてちょっと下北でカヌレ食べて物販の作業して、はい次のライブのパンフレット作りをしました。はい。盛りだくさんですね。はい。もう、頑張ってください。時刻は10時です。はい。ここから帰ります。はい。頑張りました。頑張りました。まみちゃんもありがとうございます。はい。シンガーソングライターの一日でした。はい。過酷です。応援してくれる方は、グッドボタン。チャンネル登録、コメント、ベルマーク、お願いします。すごい、ベルマークイエーってすごい言ってくるの。今すごいよ、こうやってやってきてくれこれでベルマーク表現してお知らせ大事だからお知らせが届くよ意外とね、気づかないからねお願いしますはい次の動画でまたお会いしましょうバイバーイ
ゃんじ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 ゃ